こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。私はただいま小笠原諸島父島二見港に来ております。東京の竹芝から丸一日24時間かけて同じく東京の小笠原諸島にフェリーでやってきたのです。年間通じて23度前後という暖かい気候の小笠原諸島、この南国情緒漂う雰囲気などまるで海外に来たかのようですが、ここはれっきとした東京都です。港から続いている通りが父島で一番栄えている通りで、スーパーや生協がありました。本土と比べて輸送費がかかるので、やはり物価は高めです。集落の中心から歩いてすぐの場所にあるのが大村海岸です。ちなみに小笠原諸島は日本一早い海開きが行われる場所としても知られていて、1月1日の元旦から泳げます。いくら綺麗な石ころや貝殻があっても小笠原諸島のほとんどが国立公園に指定され保護されているため、持ち帰りは厳禁です。そしてこんな街中のビーチにも5月下旬から7月上旬にかけて多くのウミガメが産卵のために上陸します。軽く港付近の集落の街歩きをしたところで、小笠原諸島で初めてのご飯をいただきたいと思います。せっかくなら変わったものを食べたいと、私はサメバーガーを注文しました。これ何？カメちゃん。母はなんとカメ煮丼。ガジュマルの木がいい日よけになってくれる雰囲気の良いテラスで一息。何回も好きな人は好きなんじゃない。母は亀煮丼の食レポを一人でやっていますが、私が食べているサメバーガーは白身魚のようで全く癖がなく、本当にフィレオフィッシュみたいです。味見させてもらった亀煮丼、小笠原の郷土料理に亀煮込みというものがありますが、それをご飯にのせたものです。ちょっと癖というか臭みがありますが、ホルモン煮込みみたいな感じでした。食後ホテルのチェックインまで少し時間があったので、町周辺をブラブラ、坂道と階段を登った先に大神山神社があり、旅の安全を祈りました。境内からは二見港や町の様子がよく見えます。二見港へ戻るとホテルの送迎の車が来てくれました。さすがナンバープレートは品川ナンバーです。途中開けた場所から見えた境浦海岸には、第二次世界大戦時の軍物資輸送船が座礁したまま残っています。さてホテルに到着です。今日から3泊4日お世話になるのはここホテルホライズン。民宿が多い父島の中で島内唯一のリゾートホテルです。すごいオーシャンビュー。目と鼻の先には白い砂が輝くビーチが。そして部屋の中はこんな感じ。コンパクトですが南国情緒が漂う感じ。トイレも最新式で、お風呂も広くてピカピカです。ここホテルホライズンはなんと天皇陛下もご宿泊された由緒正しいホテル。一人だと絶対泊まれませんが、今回は奮発しました。
ホテルでまったりしてもいいのですが、せっかくなので目の前のビーチへ。はい、ホテルでシュノーケリングの道具をお借りして、はい、いざ海へ。プライベートビーチや。前に来た台風の影響で少し砂浜が荒れていますが、本当に綺麗です。ここで少し潜ってみます。扇浦海岸は砂地しかないからシュノーケリングに向かないと言われていますが、奥に行けば行くほどサンゴや岩が現れ、魚たちも多くいます。ただ私は初心者なのでここで断念。あっという間に日が落ちてきました。ホテルに戻ってディナーを食べます。ウェルカム。本日はシェフのおすすめイタリアンコースです。2キロ太るコースやな。美味しかったし、お腹いっぱいになったし、大満足です、夕食後は小笠原のナイトツアーへ。夜にしか出会えない小笠原の自然を観察しに出かけます。いわゆる外来種ってね。最初に探しに行くのはグリーンペペという自然に光るキノコ。実を言うと小笠原での一番の楽しみは光るキノコでした。街灯もないのであたりは本当に真っ暗です。生きてますよね。小笠原の探すこと数分、ようやく見つけました。こちらがグリーンペペ。めちゃめちゃ発光してます。サイズは親指の爪ぐらいでしたが、感動でした。こちらは通称オレンジペペと呼ばれる父島の国立天文台にある巨大アンテナ。そして何といっても小笠原諸島の星空が本当に綺麗でした。このカメラでは伝わらないのがもどかしいぐらい本当に感動。キノコも星空も感動ものだったのですが、次は生き物を探しに。わ、すごいな。すごいですね。背中の模様がまだらの模様になってるんで。ああ、すごい。でかいでかいでかい。あれは寒くないか。続いては小笠原諸島で唯一の固有哺乳類、小笠原大コウモリを探しに行きます。絶滅危惧種にも指定されている小笠原大コウモリ、この日は見ることができませんでした。しかし2時間ほどのナイトツアー、楽しかったです。翌朝、目覚めから海が見える部屋っていいですよね。朝ごはんも品数が多い和食で大満足です。2日目は父島トレッキングツアーに参加します。普段は一人旅が多いのでツアーに参加するというのは久しぶり。
ガイドさんにぞろぞろとついていきます。一度も陸続きになったことがなく、それゆえ生物は独自の進化を遂げた小笠原諸島。気候帯は亜熱帯に含まれていて、数多くの固有種が生息しています。その豊かで独特な生態系が評価され、2011年に世界自然遺産に登録されました。ここまで来てやっと川っぽいな。本当にいい色してる今日は。小湊海岸から少し森を抜けていくと、東京都最南端のバス停に着きます。ここが東京の最果てかという気分に浸れますね。ここから本格的なトレッキングへ。森林生態保護地域に入りますので、服をコロコロ、足裏洗浄などもしていきます。そして山道を登ること25分ほどで中山峠展望台へ到着です。見てください、この景色。小笠原の濃く深い青色の海はボニンブルーと呼ばれています。本当に綺麗です。ツアーでは一人旅の人も多くて、少し話して仲良くなれました。小笠原に来るのには最低6日間の休みが必要なので、気ままな一人旅の人も多いのだそう。で、昆虫を食べてしまっていると。で、虫に関してはもう壊滅状態。すごい食いしん坊ですね、この子は。わずか50年ぐらいで、ね、この島から虫がいなくなっちゃうんだから。この一見かわいいトカゲはグリーンアノールといって、島の外から連れてこられた外来生物です。こいつが島固有の昆虫を食べまくって大きな問題になっています。これにて父島半日トレッキングツアーは終了。車で港の近くまで送ってもらって昼食を食べます。ランチはネット上での口コミが良かった雨の日食堂さんで、看板にはパチンコみたいなテンションで新亀入荷と書いてあります。せっかくなのでその新亀を早速いただきます。気になる味はというと、本当に馬刺しっぽい感じです。馬刺しより少しさっぱりした感じ。ニンニク醤油、生姜醤油と一緒に食べるので、目をつぶったらほとんど馬刺しでした。そして私は天ぷらそばを注文。こちらのボリュームもすごいです。手だけ食べてるか。昼食後ホテルに戻ってきました。よっぽど私たちが日焼けして見えたのか、ホテルの人がひんやりジェルを貸してくれました。そしてスーパーで買ったアイスでのんびりタイムです。2日目の夜のディナーコースは小笠原の郷土料理です、ということはもちろんあります。亀の刺身と亀の煮込み、なんかかわいいですね。
ここのホテルは本当にご飯が美味しいです。今晩は部屋で晩酌です。こういう時間を楽しめる親子水入らずの旅もいいものですね。翌日はフェリー母島丸で日本一遠い島母島に行ってきました。その様子は次の動画で紹介します。ムカジキの丸ね。3日目最終日の夕食は1994年2月上皇様上皇后様がご宿泊になられた際召し上がったお料理を私たちも食べることができます。滞在4日目、本日は小笠原丸の出航日です。名残惜しいですが、荷物をまとめてチェックアウトしてきます。小笠原丸の出航時間は15時で、まだ時間はあるのですが、お土産探しや観光のため市街地の方にやってきました。お土産はここトマトンさんで購入しました。出航日には焼きたてが食べられるという島ドーナツも2つ購入。時間はまだまだあるので約1キロ先の展望台ウェザーステーションへ。のどか、うん、ただ思ったよりも勾配がきつい坂道が続き、暑い中歩くのは大変すぎました。展望台への道の途中で第二次世界大戦の戦跡の残るエリアを発見。小笠原諸島の南にある硫黄島は激戦が繰り広げられた地として知られていますが、ここ父島もまた駐留部隊が活動した多くの痕跡を残しています。ガイドさんが説明してくれる戦跡ツアーもあるので、それも聞いてみたかったです。そして20分以上歩いた末にやっと展望台が見えてきました。ねえねえ、みこクジラ見に来たんだけど、見れた？見れたかな？ウェザーステーション展望台からの景色はもう圧巻でした。ここからもホエールウォッチングができるのだそう。実際先客で来ていた旅人のおじさんは、今日はクジラが見えるまで帰らないと言っていました。そういうのんびりとした旅もいいですよね。ここで途中で買ってきた島ドーナツを食べます。ほぼほぼサーターアンダギーのような味でした。歩くのに疲れたので帰りはバスで帰ります。1時間に1本ほどのバス、うまく使えると観光も効率よくできそう。
そうこうしているうちに小笠原丸の出港の時間。変わらず帰りも24時間かかります。しかもケチって行きよりチープな二等寝台にランクダウン。というわけで今回も動画見ていただきありがとうございました。行くまでが大変な小笠原諸島ですが、それを超える魅力が伝わればと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。